だよ。私今から潜在写真撮るじゃない。やっぱ泡だらけでバブリーラブリーな感じなのかな。おー、間違えちゃったです。おー、日本語難しいです。なんちゃって。おフランス生まれのフレちゃん流ボケ突っ込んでくれてありがとね。アイドルで芽が出なかったらお笑いでトップを目指そうね。うん、真面目に言っとく。じゃあ場の空気も温まってきたみたいだし、そろそろ準備を始めてもらおっか。あたしハーフだし、ビジュアルは完璧でしょ。だから今日のお仕事すっごく楽しみだったんだ。でもプロに撮ってもらうなんてドキドキだよ。もう緊張しすぎちゃって心臓が口から出ちゃいそう。うえー、あ、本当に出てきちゃった。大変だ。本当に緊張してるかどうかはどっちでもいいじゃん。私もプロデューサーもスタッフさんも楽しくお仕事したいからね。ほらそこ、カメラマンさん、さっきのボケで笑いすぎて手がプルプルしてない？写真がブレブレだったらやーよ。照明さんも笑いすぎて光調節間違えないでね。私肌白いから、白飛びしたら背景に溶け込んじゃうんだから。プロデューサーもそのままの顔で見ててね。その笑顔で見ててもらえれば、私もきっといい顔できると思うから。じゃあ始めよっか。喋らなければ美人の本気を見せてあげる。